はい、こんにちは、林です。今日はですね、こちらにあるスタッキングシェルフですね、先日本を大量に捨てました。もう100冊以上捨てたんですけれども、それでですね、下の空間がね、3つ余ってしまったんですよ。で、これはですね、まあ、もともと僕暫定的にここに全部本を入れていただけであって、まあ、下に置いてある本は基本的に捨てようって考えてたんですよね。で、それを先日捨てたので、まあ、やっと本当の使い方ができるっていうことで、今日はですね、こちらのスタッキングシェルフをちょっと改造していこうかなというふうに思います。まあ、ただ改造といっても、ここをね、いきなりいじくり回すとかそういうことではないですよ。収納ボックスとか収納ケースを購入したので、早速ですね、こちらのスタッキングシェルフの空いた3つの棚をですね、有効活用していこうかなというふうに思います。はい、ということでね、早速有効活用していくんですけれども、今回ですね、こちらのスタッキングシェルフを活用するにあたって、また無印でですね、収納ボックスとか、そういった収納ケースを購入しました。まずはですね、その購入したものを紹介していこうかなと思います。では、まずこちらですね。はい、これですね、ポリエステル、綿麻コンソフトボックス長方形台っていうタイプになります。早速ちょっと開けてみましょう。で、これはですね、まあ、無印にある、なんていうのかな、まあ、こういった色の収納ケースあるじゃないですか。まあ、それです。ほい、これ、こういう風に、まあ、ぺちゃんこになってるんですけれども、これね、こういう風に、はい。はい。こんな感じでね、立体的にできたんじゃないかなと思います。これです。まあ、よく見るやつですね、無印で。これがですね、1個1390円で購入できて、まあ、今回ですね、まあ、これ1つではなくて、これは2つ購入しました。はい。こちら2つですね。まあ、なので、この2つに、まあ、何かを入れるっていうことと、はい、こちら。ファイルボックスですね。スタンダードタイプのファイルボックスを、これ2つ購入しました。で、なんでこれ購入したかっていうと、これ2つだけではですね、こちらのスタッキングシェルフに入れても、まあ、なんていうのかな、余ってしまうんですよね。1つの空間に入れても。だけど、僕がもう今からね、まあ、3年ぐらい前からに買った、こちらの、ちょっと重いですね。はい。こちらですよ。今、仕事に使うね、書類だったりとか、あと雑誌とかを入れてるんですけれども、こちらのワイド版のファイルボックスをこういう風にね、3つ重ねたら、ちょうどね、1つの空間に入るんですよ。まあ、だから今回はちょっとそういう感じで、スタッキングシェルフを改造していこうかなっていう風に思います。ではまずは、こちらのですね、ボックスにまず何を入れるのかっていうのと、こちらのファイルボックスですね。この中に何を詰めていくのかっていうのをね、ちょっと動画に残していこうかなと思います。はい、ではちょっと見えやすいようにカメラの位置を変えたんですけれども、はい、置くものはこちらです。はい、これ何かっていうと、昔ね、こう僕ゲームソフトとかいろいろまあ置いてたんですけれども、それをですね、無印のスタッキングシェルフを買う前に棚を持ってたじゃないですか。その棚の下に置いていた、まあ、ゲームソフト類なんですよね。で、こんなゲームソフト売ればいいじゃないかって言われるかもしれないんですけれども、僕ですね、たまに昔のゲームソフトね、やる時があるんですよ。まあ、だからこれ取ってるっていう感じです。まあ、だからここにあるゲームソフト類を、まあ、全てね、こちらの、はい、ボックスに詰めていこうかなと思います。じゃあちょっといろいろ出していきますね。これが 3DS で、これはちょっとメルカリで売ります。はい。メルカリで売るのと、あとこれはカードですね。あと、こちら、スイッチのケースとか、あと PS ビータ。懐かしいね。なんかもうほぼ生産終了したのかな。あと 3DS。あれ 3DS2 つあるのかな、まあいいや。これも DS ですね。あ、これなんか別の方が入れてますね、そういえば。何入れてんのこれ。ああ、カメラでした、これ。カメラ入れてましたね。と、これはリモコンはもういらないと。で、あと、時計。あとはまあ充電ケーブル類ですね。これはちょっと後でやるのと、あとオーディオのじゃあリモコン、そしてこれ懐かしいね、ちょっと見ていきます。ちょっと僕が何のゲームをしていたかって、うわ懐かしいな、ファイナルファンタジー零式、懐かしいですね。あとファンタシースター、ポータブル2インフィニティ、懐かしい。そして、ディシディア、デュオディシム、ファイナルファンタジー、モンスターハンターサード、いいね。あと、ザ・サード・バースデー。あ、これね、ちょっと最近またやろう。見返すとやりたくなるんだよね、こういうのね。で、あと、この中にちょっと汚れてるんですけど、PSP が入ってます。はい。ではね、ちょっと早速いろいろ詰めていくんですけれども、ちょっとね、いっぱい、まず DS のソフトとかいっぱいありますね、こんな感じで。これちょっとこの中に入れていきましょう。ゲームだけは全部持ってきてるんです。あと、ドラゴンクエスト、エデンの戦士だし、これやったね。あと、空と海と大地と呪われし君、これもやりました。戦国無双クロニクル、これ 3DS 買った時にね、やったんですよ。次、スーパーマリオ 3D ランド、あ、これもやったね。懐かしい。次、全部モンハンですね。モンハンクロス、モンハン、
トライ G、モハン、4G は全部とりあえず DS 系は今ここに詰めました。では次 PSP 系ですね。懐かしいザ・サード・バースデーにセカジ、サード、ナユタの奇跡なすっごいやったな。そういえばそしてセンキズ新三国無双マルチレイド2やったな。でさっき、ポータブルインフィニティそしてはい、イースはこれやったラストランカーこれ10年前中3の時にやったな。スターオーシャン、キングダムハーツそしてあ霊式ですね霊式ディシディア、クライシスカーファイナルファンタジー7そして、ファイナルファンタジータクティクスタクティクスオーガ、ディシディアルーディシムファイナルファンタジーこれだけだったかなもっと持ってた気がするんだけどな売ったのかな。はいってことでPSP のソフトも全部一周終わりました。で、あとね、一応こっちにあるんですよ、まだ。じゃあ、ちょっとビータのソフトも入れます。ファンタシースター、ノーバーと、ファイナルファンタジー10。そして、先日購入したスイッチシールドも入れていきます。っていう感じかな。じゃあ、普通にまた詰めていきます。はい、ってことで、全部詰め終わりました。で、これをね、こちらのスタッキングシェルフの下にちょっと入れます。じゃあ次もう一個あるんですけど、これはね、ちょっと何入れようかなっていう時点でもうアウトなんですけど、まあここには掃除用具とか入れていこうかなと思います。では、この中には掃除用具入れていきます。今ね、物置に入れてたんですけれども、まあこれ表に出した方が使いやすいかなと思って、まずこれ無印のね、このモップと、あとゴミ袋類ですね、福岡市こんな感じです。はい。は入れておきます。あと缶とかのね。あと、これが、ブラーバのモップ類ですね。はい。モップとか。とりあえず入れておきます。あとは、モップの、はい。こちらの、フローリングの替えシートですね。と、ブラーバのこれ、使い捨ての、これ、何、モップなんですけれども、これちょっと使う機会がないのでね、取ってますっていう感じです。で、あと、ブラーバのね、こちら、まあ、カートリッジ的なやつですね。で、あと、最後、ティッシュ。ここは結構容量空けてます。では最後ですね、ファイルボックスじゃあ何入れるんやっていう話なんですけれども、ファイルボックスはですね、今ね、そう、ここにね、僕仕事に必要な書類をね、全部入れてるんですけれども、これをね、こちらのファイルボックスに入れていこうかなと思います。ちょっとね、見せられないものもあるので慎重にやっていくんですけど、まずこういったものかな、ちょっと入れていきます。大丈夫ちょっと個人情報が映せる場合もあるので慎重にやっていきますね。ですかね。はい、まあ、こんな感じで終わります。でこれは書類ですね。じゃあもう一個はこちらのパスポートケースとか小物類をね入れていくものにしようかなと思います。あと iPhone をねHDMI につなぐ端子だがこっちに入れて、またアイボーク予備でもう一個持ってるんですけど、これももう一個はい、ということで、写し終わりました。まあ、ここにね、仕事で使う書類。そして、こっちには、まあ、なんていうのかな、ガジェットというか、仕事で使う、パスポートケースとかを入れてます。ちょっとね、一旦仮でこれで入れるので、またいろいろ見直しますね。では、もろもろ詰め終わったので、まあ、あとはね、こちらにある大きなファイルボックスも合わせて、スタッキングシェルフの中に入れていこうかなと思います。はい、ということで移動してきました。では早速ね、こちらのファイルボックスとか、こちらのケースをですね、全部スタッキングシェルフの中に入れていくんですけれども、まあ、まずは書類から入れていきます。で、書類類は、まあ、一番使うと言っても過言ではないので、こちらの机に一番近い方に入れていきます。まあ、最初にまずこの大きなものを入れていきましょうかね。はいと。こういう風にね、入れていくんですけど、これね、本当にぴったりなんですよ。こういう風にね、ちょっと全部入れてみたら多分わかると思うんですけど、はい。まあ、こんな感じですごくぴったりに入ります。まあ、無印って、この前店員さんともお話ししたんですけれども、こういったシェルフだったりとか収納容器っていうのは、きちんとね、無印の家具に合わせて設計されているんですよ。まあ、だから、このスタッキングシェルフを使う場合には、こちらのファイルボックスのワイド、そして普通のものを2つ入るように設計がされてあります。で掃除用具はまあ2番目に使うので、こちらの真ん中に入れていきます。はい。これもね、こんな感じですごくぴったりでしょ。ね、ぴったり入るので、すごく使いやすいです。これもね、このスタッキングシェルフに、まあ、合わせて設計されているといっても、まあ、過言ではないかなというふうに思います。
じゃあ最後、これはね、まあ、たまに開く分ならちょっとゴミ箱があるので、まあ、最後はここに入れるんですけれども、はい、ちょっと配線周りが見えてますか？ちょっと失礼します。はい、はい、まあ、こんな感じで、どうですかね、詰め終わりました。はい、こちらがですね、まあ、僕 の、 あのスタッキングシェルフ、まあ、リニューアルしたっていう感じですね。まあ、上は本棚として使いつつ、こちらのファイルボックスには仕事に関する書類を入れたりとか、あとこちらには掃除用具、そして最後はゲームソフトですね、全部こちらに収納するようにしています。はい、まあ、こんな感じでね、スタッキングシェルフすごく活用しやすいです。無印 の、 あの販売されている収納ケースだったりとか、あのこういったものすごくぴったりと合いますので、まあ、ぜひあの購入検討してみてください。まあ、こんな感じでね、今日はあの僕のスタッキングシェルフを改造してみるという動画だったんですけれども、まあ、普段はこんな感じで無印良品の商品紹介だったりとか、あと豊かに生活する方法みたいなのも発信してますので、あのぜひチャンネル登録、そしてこの動画がいいと思ったらグッドボタン、高評価よろしくお願いします。あとサブチャンネルと、あの最近ブログも更新しています。あのブログの URL はこの動画の概要欄に貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。では動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。これちょっと別撮りなんですけれども、こちら一つ余ったじゃないですか。じゃあこれ何に使うかっていうと、あの洗面所周り の、 あのお風呂用の洗剤だったりとかスポンジをですね、こちらの容器に入れて今後保管しようかなっていうふうに思いますので、これは捨てません。はい、これはですね、捨てないので、ぜひ頭の中に入れていただければなっていうふうに思います。